どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は今日の動画について話ししたいと思います。今日はまた昼ぐらいに昨日予想した数字を確認していきたいと思います。もう3つはほぼ確定しているから、残り3つの数字を徹底的に時間をかけてやっていきたいと思います。それから8時半ぐらいかな。8時半ぐらいに明日のロト6の意気込みというかを話したいと思います。昨日も言ってんけど、今日の数字確認1時間できるかなっていう不安な部分はあるけど、昨日は結構きつかったんで、まあ水分取りながら1時間じっくり予想したいと思います。それぐらい予想しないとやっぱりロト6は当たらないからな。特に僕は一口しか予想しないんで、多くても二口。だから1時間ぐらいやらないとなかなか全うすら来ない。まあとりあえずまた昼に動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。